汽車、汽車、ポッポッポッポ、しゅっぽ、しゅっぽ、しゅっぽ、ぽ。乗り物が好きなお友達はいますか？ね、これ、裏表、汽車ポッポの絵です。これも型紙があります。印刷をして切ってください。あ、切らなくていい、これは。印刷をして、そのまま真ん中で折ってください。そしたら、こうなります。簡単。で、例えばベッドの上でちょっと遊びたいなと思ったら、下が柔らかいから自立しにくいかもしれないですね。そしたら、裏に厚紙を貼っても、これは画用紙を貼ってますけれども、厚紙を貼ってもいいかもしれませんね。で、食べることが好きなお友達はここに食べ物を乗せてあげてもいいかなと思います。食べ物列車さんです。例えば、赤の列車さん。お魚や、卵さんや、お肉さん。血や肉になる食べ物です。シュッポシュッポ、ここがヒントですね。ここ赤がついて。シュッポシュッポ、行ってきまーす。お出かけ来ました。じゃあ今度は、緑の列車さんには、体の調子を良くしてくれる食べ物を乗せていきましょう。お野菜さんや果物、人参、りんごに、しいたけさん、美味しそう。しゅっぽ、しゅっぽ、しゅっぽ。次の駅は、黄色駅さんです。力の元になりますよ。お米、おにぎりや、パンや、麺類もそうですね。じゃがいも、さつまいも、お芋さんたちもそうです。みんなでお出かけ行ってきます。しゅっぽ、しゅっぽ、しゅっぽ、しゅっぽ。汽車ポッポのお歌に合わせて遊んでみてください。汽車ポッポのお歌かけますね。今の以外にもまだたくさんあるので、よかったら切って使ってみてください。もしもしも